若干おせっかいな2人組、田中彩子と岩村芳恵です。よろしくお願いします。このチャンネルではチーム作りということで、より良いチーム、強いチームを作っていただくための情報を配信しています。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、ね、田中さん、はい、ね、先日からあるクライアントさんね、あのチーム作りのお手伝いが始まりましたけど、やってて一番感じたことってあります？なんか前回キックオフミーティングが、あっていろんなお話聞いてきたんですけど、なんか私ってすっごい、もう元々が大きな会社の人事部にいて、本当に厚労省だったりとか、そういったところの帳票だったりとか、そういったものをすごい大事にしてるっていうか、なんかそういうところに似せたものを作ることが正解かなって思ってるところがあって、でもなんか最近すっごい感じるのは、それが分かんないから私たちに頼まれてるんだっていうことをちょっと気づき大きな気づきですね。はい、本当大きな気づきです。厚労省のホームページ、私もね、よく仕事から見ますけどね、もう一目散に出ていこうという、こうね、必要な情報だけ引っ張って、もう読み込むっていうことができませんね、難しすぎて。私、多分そういうの読むのが好きなんで。できちゃうからね。だからあんま苦にならないんですけど、なんか、周りの方からすると、めちゃくちゃこれが面倒くさいんだよって、だからこれがどういうことか分かりやすく説明してくれることがすごいありがたいって言われて、そうかそうか、そんなことがありがたいんだみたいに思っちゃう。そうですよね。だからその今回ね、クライアントさんに言って一番思ったのは、もうとにかく社長さんの頭の中がもう大混乱なわけですよね。やらなきゃいけないこといっぱいありすぎて、決めなきゃいけないこといっぱいありすぎて、もう何からやっていいかどうかわからないみたいな感じだったじゃないですか。ね、あれも私たちがヒアリングしてまとめたところで、また厚労省って言ったら言っちゃいけないんだけど、またそれがすごいこうややこしい文面ばっかりの冊子を持ってこられたら、結構その社長さんまたまたストレスになると思うんですよね。だからやっぱり人間の頭ってそんなにほとんどの場合頭良くなくて、私も聞いてもう活字、難しい活字がブワーって書いてあるものをスムーズに読めるのって彩子さん以上の人じゃないと読めないと思うので、いわゆる左脳派、思考がすごく発達されてるじゃないですか。で、私は、どっちかというと右脳派なので、パッと見て分かるっていうのがすごい好きなんですよね。なんかそこが何だろう、分かるんで、別に何見ても私分かるんでみたいな。なんでその大切さっていうか、それを求められてるってことが、多分あんまり今まで分かってなかったです。よかったです、しもじもの気持ちを分かってください。だからよく仕事の見える化をしましょうとかって言うじゃないですか。で、見える化をするって言って全部文字に落とし込む人っているんですけど、まあ、文字もいいんですよ、もちろん文字も必要なんだけれども、でも本当の見える化って、私やっぱりもっと図とか絵とか写真とかっていうこの視覚情報に訴えるものにまず落とし込んでから、詳細を文字っていう順番じゃないかなって思ってるんですよ。それはすごい私にとっては新しい発見。新しい。だからよくね、仕事、新入社員の方とかに、仕事の話をするときも、この前工程と後工程が仕事にはあるよって話をするんですよね。で、やっぱり自分の部署だけ配属されると、その自分の部署の仕事でいっぱいいっぱいになって、忘れちゃうんだけども、自分の部署って全部のこう会社全体のいっぱいいろんな部署があるわけじゃないですか。その中のどこにいるんだろうみたいなことが分かって仕事してる人と、自分の部署がオンリーワンみたいな感じで仕事してる人では全然こうクオリティ変わるじゃないですか。ね、だから次の部署、この自分が作った書類は一体次どこの部署に行くんだろうとか、ね、メーカーさんだったらお客さんから部品の発注を受けました、材料を注文する部署があって、材料を受け取ってテストする部署があって、その後設計の部署に行って、製造の部署に行って、最後チェックの部署があって、梱包して発送してお客様って、こう一連の流れがあるわけじゃないですか。ね、それが例えばその受注してこの部品の材料をチェックする部署の人がちょっとヘマをすると、残りの工程の人の仕事が全部無駄になるわけじゃないですか。って思うとものすごい責任感感じませんか。確かにそこまで見えてないケース多いですね。だからそれを文章じゃなくて、こうチャートにして
見せるんですよ、ポンって図が、図でね、うん、そうするとあなたはこういう部署があって、うん、あなたはピコンピコンってこの部分ですよっていうので、うん、なんかこう自分の立ち位置がビジュアルで理解できると、その後に来る活字は受け取れると思うんですよ。なんかそういうのって結構、うん、もう経験を踏む中で、うん、もう勝手に学んでってよみたいに思っちゃうんですけど、うんうん、そういうのを初めにポンと見たいってわけなんですね。一目瞭然っていう言葉がありますよね百聞は一見にしかずという言葉があるじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりまずは一見させてあげるっていうことに、うん、私たちはコンサルティングする中で一番注力するべきじゃないかなと、うん、どんだけシンプルにして、うんうん、こうもう勝手に動けるぐらいの、うんうん、そこまで持ってってあげないと、あ、分かった、なるほどって思わないと人間って行動できないから、うんうんうん、一生懸命言葉を尽くして説明するよりも、うんうん、これですみたいな、うん、まさにそこですよね。はい、そういうことだと思います。なぜ子どもたちがね、うん、ドラえもんをかけるのか、それは口頭でまずね、あの、こう書いてくださいっていうんじゃなくって、丸書いてちょん、丸書いてちょん、なんだっけ、あの、お池に火が出て植木鉢みたいなのあるんですよ。知らない。そうやってなんか分かりやすいから描けるんですよ、子供は。ドラえもん、ね、気がついたらドラえもんが描けてたみたいな。そのぐらいのこうチーム作りも、気がついたらもうできてたみたいな感じまで落とし込めるお手伝いができたりですよね。ね、まさにそこですね、目指してるのはね。はい、はい、なのでそれをね、丸書いてチョンが作れるように私たちがサポートをしていきますので、はい、じゃあ今日の話をまとめていただいて、はい、おせっかい用語お願いします。おせっかい用語、はい、そうですね、はい、そうですね、見える化は最終的には丸書いてチョン。こういうマインドでいきたいと思います。意味は分かんない。意味は今この話を聞いてくれた方は分かると思います。で、仕事の見える化を、ね、お手伝いする私たちもなりわいとしてますけれども、はい、やっぱりね、あの、皆さんの会社でもそれぞれできると思うので、はい、あの、ぜひ見える化をするときにはもう丸書いてちょんっていうところまでもうシンプリファイしてもらってね、どれだけあのシンプルに提示できるかっていうのをやっていただくと本当の見える化になると思います。はい、はい、では、ま、伝わったかな。伝わったかな。言いたいこと伝わったかな。多分伝わったと思います。大丈夫ですかね。はい、ではまた皆さんにとってお役に立てる情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録と、はい、いいねボタンよろしくお願いします。あと、こう質問とかあったらね、ぜひチーム作りで困ってることとか、はい、これどうしたらいいんだろうみたいな質問があったらね、はい、どんどん答えていこうと思います。はい、ということで、はい、はい、では、はい、田中彩子と今村芳恵でした。今日もありがとうございます。ありがとうございます。